こんにちは、速稼塾の久保です。私はですね、以前麻雀店をやっておりました。で、麻雀店を閉店したのは2015年だったんですけども、この話ばっかりするんでね、私麻雀店以外やったことがないんじゃないかなって勘違いする人がいますけども、20店舗以上私はね、店舗を閉めてきたんですよ。その中には当然飲食店ありました。焼肉屋さんがあったりとかね、中華料理屋さんがあったり、丼屋さんがあったわけなんですよ。当然ですけども、私全部の店の現場に立ってたわけではないんで、結構ね、わからないところもありますけども、私もね、もともとね、割烹をやってましたっていうか、割烹でね、お勤めしたことがあって、そこで修行した経験もあるんですよ、やっぱ20代の時に。だからそういうのも考えて、飲食店っていうのは試行錯誤しながらね、創意工夫しながら経営の方に参画してきたんですけども、まあ今はね、どの店舗もないということで、今回はですね、20店舗以上閉めてきた私が、もう倒産する前に、閉店する前にどんなことをしてきて生き残ろうとしたのかってことをちょっとお話したいと思うんですよ。まずはですね、単純な話なんですけども、店舗がどんどん、経営が困難になってくると、なんとかね、お金を作るために店の中のもの売れねえかなと思うわけなんですよ。そこで考えたのが、特別な重機をね、売っていこうかなってことなんですよ。飲食店って特別な重機があるんですよね。あれ買うと高いんですよ。でも中古だと二足三文なんですよ。それも分かっていたんですけども、中古業者に引き取ってもらうよりも、100円、200円で引き取ってもらうよりもね、やっぱりこれをどなたか買ってくれないかな、家庭で使いますよみたいな感じだったんですけど、これ全然ダメでしたね。まず一つは、二つ理由があるんですけど、一つはですね、高く売れないんですよ。結局は数百円になっちゃうんで、全く意味がないんですよね。で、もう一つはですね、やっぱり中古なんで、なかなか買ってくれません。プラスアルファ、家庭で専門的な重機なんて置くとこないんですよね。本当にね、持っててよかったってことがないんで、買ってもらえなかったですね。ですんで、すぐにね、次の戦略に入りました。飲食店を閉店する前に、なんとかね、お客さんに来てもらいたいなってことで、無線飲食フェアとかやりましたね。無線飲食フェアです。インターネットを全く使ってなかったんで、結局は集客に苦労したんでね、なかなか看板を掲げただけでは難しかったんですけども、無線飲食フェアっていうのは、要するにね、無料で食べてくださいって話なんですよ。で、ここで愕然としました。無料でも人が来ないということなんですよ。じゃあ、有料にして来るわけないよねってことなんですよ。要するに、そのね、お店が知られてないとかね、味が、皆さんに知れ渡ってないってことは、もう無料だろうがね、100円だろうが、3000円だろうが、1万円だろうが、あんまり関係ないってことなんですよ。やっぱりね、知られてからこその価格だったり、売上だったり、利益だったんですよね。で、私が考えたのは、本当に集客に失敗したんだなっていうことだったです。やっぱオープンの時に、店舗の中にお金をかけてね、店舗の外に、要するに広告にお金をかけなかったんですよ。立地も良かったんでね、広島の本通りというね、一番お客さんの多い、来店がね、本通りって1日に10万人ぐらい行き来するらしいんですけども、そういうところにお店をね、ドーンと出したんで、しかも1階に。大丈夫だろうと思ったんですよ。しかしですね、家賃を賄うほどではなかったと。家賃はね、230万ぐらいしたんですよ。飲食店で返せるような金額じゃないですよね。飲食店の売り上げが80万とかね、90万とか、1日に3万とか5万しか売れなかったんで、いい時でもね、やっぱり200万売れなかったですね。だからね、家賃をペイするまでにも至らなかったんですよ。ちょっと話ずれましたけども、じゃあどんなことをしてやったのかってことなんですよね。どんなことをしてその時お店を盛り上げようとしたのか、そして今私が YouTube を持っていたら多分これをやっていただろうってことなんですよ。まずはそのお店でやったことです。本当にね、3品でできるフルコースみたいなのを看板を書いてですね、ホワイトボードに、本通りにボンと出してたんですけども、読んでくれないですよね、そんなの。逆に料理教室みたいで人は来なかったかもしれません。ですので私はね、今だったらインターネットを使って3品でできるフルコース、要するにお肉が1つで野菜が1つ、それからなんかもう1つね、魚みたいなのが1つってあれば、この3つでフルコースが作れますよみたいなやつをね、工夫してやろうかなと思ったんですけどね、これは全然受けなかったですね。でも今だったら YouTube でそれを撮って、皆さんのね、在宅していて料理のレパートリーに困ってる方にお届けすることができるかなってことなんですよ。だいたい冷蔵庫とか冷凍庫を上げれば3品って見つかるでしょ。大体卵が1つあると思うんですよ。で、野菜は1つあると思うんですよ。お肉や魚ってあると思うんですよ。そういうのを組み合わせてね、こんにゃくとか、なんかおからとか、ああいうのを組み合わせて、豆腐とかでもいいんですけども、3品でフルコースみたいなのをこう作っていったら、普段の食卓もね、たまにはちょっと豪華になるんじゃないかなということでございます。もう1つあるんですけども、今度はね、1品でできるおかずシリーズなんですよね。1品です。例えばね、こんにゃくがあればできるやつ。こんにゃく1個で、あと醤油かけたりするだけでね、
美味しいおかずができたりするんですよ。こんにゃくって切り方とか、そうデザインなんですよね。あと噛みやすさとか食べやすさとか大きさ、こういうので全然変わってくるんですよ。もう味が変わったんじゃないかみたいなね、錯覚を覚えさすんですね。だからこんにゃくシリーズとか、あとキャベツです。キャベツってのも焼きキャベツとか生キャベツとかゆでキャベツとかね、塩ゆでするとかね、醤油かけて焼くとか、味噌をつけるとかで、何もせずにマヨネーズをかけるとかね、いろんなパターンがあって、キャベツ1個なのにいろんな表情の料理ってできるんですよ。だからキャベツ1個があればローテーションができるんですよね、なんと。だからそういうのを今だったらインターネットで放送するかなってことですよね。うん、で当時はね、それインターネットの力がなかったんで、 YouTube がなかったんで全然できなかったです。うん、確かにね、 YouTube ってのがあったし、それからインターネットもあったんですけど、私に活用するねアイデアがなかったです。やっぱり飲食店って忙しいんで、それ以外のことができないんですよ。経理とかも飲食店の経営者さんがね、よくラーメン店の店長さんがそのままオーナーをやってるってケースがありますけども、現場に1日15時間経ってたらもうね、帳票つける暇なんてないんで、1週間まとめて適当にバババっていくみたいなことがね、結構あるんですよ。だから数字を並べてるんだけど、数字を理解してないみたいなことがよく起きるんですよ。試算表を書くんだけども全く意味がわからないみたいなね、全然試算表の説明ができないみたいなことがあるんですよねで次ですね、今だったら私は飾り包丁をやるかなってことです。これもね、本通りでお店をやってた時に、飾り包丁のこう講習会っていうのをやったんですよ。ホワイトボードに書いて。誰も来なかったですね。待てと暮らせよ。まあそれやらなくても誰も来なかったんで、本当ほとんど人が来なかったんで、あまり関係ないんですけども、結局ね、自分のスキルを商品にしようと思った時に、この飾り包丁ですよとか言ってね、キュウリをこんな門松みたいにやったりとか、そのバラのようなものをね、人参で作ったりみたいな、そういう技術がその割烹にいるとつくんですけども、それをリアルな店舗でやろうと思っても、料理教室みたいな形でやっぱりね、避けられてたんだと思うんですよ。逆に普通の飲食店だったら足も向くけど、なんか入ったら、何講座が始まるのかなみたいな感じで、ちょっとハードル高いんですよね。まあ、ですんで、リアル店舗で料理教室をやる場合はリアルでね、集めるんではなくて、広告とかインターネットで集めないとダメなんだなと思いましたね。ということでね、今だったら私は飲食店を潰した経験をもとに、こういうふうな飾り包丁みたいなのね、そういうふうな包丁のスキルを売るための動画っていうのを流していくと思います。これはね、最近でしたら YouTube で手品の種明かしみたいなのがあるんで、それも人気なんですけども、飾り包丁をした、その人参でね、バラを作ったりとか、キュウリで門松を作ったりとかね、こうお魚とか鶴みたいなのを作るわけですよ、キュウリとかで。そういうのをまずね、サムネイルにドーンとアップしといて、これ5分でできますみたいな感じでね、5分間こうやって手元を映した動画とかをやってもいいのかなと思うんですよ。私が飲食店を今やってて、今のような状況だったらそれをやってると思います。多分人気になるんじゃないかなと思うんですよ。まあ今やってもいいんですけどね、はい、そういうことで飲食店経営者の様はいろんなねテクニックがあったり、お客様を楽しませるための皿芸ってのがあるんですよ。皿芸ってのはお皿の選別もそうなんですけども、お皿に食材を乗せて、さっきの飾り包丁みたいなやつね、力のないところはバランをサッと刺したりね、パセリをパッとやって終わるんですよ。力のないところってあれですけども、そういうことをやるところももちろんいいんですけども、私の場合はね、やっぱこう包丁で技術的なものを作って、デザインしたものをポンと刺してですね、食べるのがもったいないよって言わせるような飾りを作ってたんですよね。だからそういうのを YouTube で発信するみたいなことが、今だったら飲食店経営者の方は大体できるんじゃないですかね。できなくても、その本を買ったりとかね、それから誰かがやってる YouTube 見たらすぐにできますよ。その日のうちに多分その包丁の芸が皿芸っていうのは、ね、できると思います。で、私が得意だったのがお魚を使った姿作りですね。私の飲食店でもその姿作りっていうのは結構出してたんですけども、その姿作りのオーダーっていうのはね、なかなか来なかったんですよ。まあ、ですので、姿作りの作り方みたいな動画を今だったら発信してもいいのかなと思います。私のね、動画の中にはインキョメシシリーズっていうのがあって、包丁の研ぎ方とか砥石の使い方っていうシリーズはあるんですよ。で、姿作りは作ってるとこお見せしてないんですけども、イカのさばき方とかアジのさばき方とかね、タイの三枚おろしとか、そういう動画は結構あって、まあ再生はまああんまりされてないのかなと思うんですけどね、そういうのをやっていくことも今飲食店の方が YouTube を使ってできる有効な手段かと思います。まずはですね、 YouTube で見てる人に、ああよかった、また見ようっていうふうに思わせるようなね、お役に立てるような動画っていうのを出すのがポイントなんですよね。で、飲食店の方はそれがすぐできるんですよ。飲食店のいつもやっているスキルをそのまま YouTube でやるだけなんで、多分得意だと思うんですよね。で、普通の家庭で料理をされている方は、そういうのを見るとすごく参考になるんですよね。なんかクックパッドとか料理本とか 見ても普通の料理しかないんですよ。で、普通の料理ではやっぱりね、今みたいな在宅重視になってくると、もう飽きが来るんですよね。作る方も食べる方も。
うん、でそうなってくるときにたまに遊び心のあるねちょっとした料理とか、え、こんな料理君できるのみたいなことを言わせるようなそんな奥さんの技術とかね、そういうのがあの YouTube から学べたらとっても家族を楽しませることもなったりとか、その家族間の仲良しムードも作ることができるんではないかなと思うんですよ。で奥さんもね、作ってるときにすごくワクワクしてる、作れると思うんですよ。これ見たらどんな顔するかなみたいなね。で逆にあの男性の方も結構ね料理ができますんで今特に一人暮らしが長い方って料理が得意なんですよ。でそういう方がもうワンポイントそういった動画によって縦横無尽にね自分が料理人みたいなことができたらすごく家庭の中が楽しくなると思うんですよね。うん、そういう風にしたらどうかなと思いますね。あとはなんか肉ですね。焼肉パーティーを家庭でもすることがあると思いますけども、実はねこの大きな皿に肉をどう盛り付けるのかとか、野菜をどう盛り付けたらもう豪華に見えるのかみたいな、肉の並べ方とかその食材の並べ方にもパターンがあるんですよね。あれも絵を描くみたいにこう並べていくんですよ。適当にぐちゃってやるんじゃなくてね、やっぱり全てはねデザインなんですよね。並べ方によって食べる前から美味しいって感じさせたりとか、楽しい食卓にすることができるんですよね。でそういうのも料理人ならでは、そしてお客さんに料理を提供している一皿一皿がデザインだと思っている料理人のやっぱ特技だと思うんですよ。で、あとは丼料理ですね。丼料理がなんで美味しいのかってことをちゃんとね仕組みがあるんですよ。まあ何点かあるんですけども、例えばね魚料理だったらご飯の間に大葉とたまり醤油とわさびを引いて、また上にご飯重ねて、でその上に食材ね、お魚をキャーッと切ったのを並べて、その上にまたね、大根の妻とかをかけて、まあこう封をするみたいな形があるんですけども、そういうふうなね丼料理って何階層かに分けてそれこそショートケーキみたいに作っていくと、なんか下まで掘っても掘っても掘っても新しい味がするみたいなことができるんですよ。それは肉丼でも同じなんですよ。お肉丼もご飯をまず下にうっすら引いてね、でタレをちょっと仕込んだ後で上にもうそこにすでに何ですか、そぼろ状の お肉を引いて、でその上にまたご飯を薄く引いてね、地層みたいにこう何段階かにして、で一番上にお肉をベンと並べてね、で玉ねぎとかを振ったりとか、そういう風な形で縦層にもね結構仕込みができるんですよ。そうするとお肉料理も上の方を食べて下の方をちょっと掘ったらまた同じお肉の層が別の切り方で出てきて別の味が楽しめるみたいな感じで、もう丼がね本当楽しくなってくるんですよ。普通丼飯って例えば吉野家とか牛丼とか行ったらご飯を食べていったらまあつゆがかかってるだけじゃないですか。その間にやっぱり仕込みがあるのがね、飲食店をやっている人のまかない料理のポイントだったりするんですよ。それが家庭にも生きてくるんで、今ね私もまあ家庭料理っていうか家事をする中で料理は結構ね、今もちょっとホットケーキ作ってきたんですけども、ホットケーキ、私の作るホットケーキってね、バターがむちゃくちゃいいんですよ。高級なバター使ってるんで、で小麦粉もすごくいいやつ使ってるんでね、何もつけなくてもものすごくふっくらとして甘いんですよね。そういうのもなんで、そういう風なね何ですかね、飲食店の味が出せるのかっていうのは飲食店で勤めてる人が家庭でやってるからなんですよ。実はだから家庭料理だけやってると家庭料理の味になるんですよね。それは悪いとは言いませんけども、味の変化を求めたりとかね、ちょっとしたプチ贅沢っていうんですか、あれを演出したい時っていうのはやっぱり飲食店で一皿ね5,000とか1万円の料理を提供してきた人間がそのクオリティで使ってる食材一緒ですから、そのクオリティで家で作るとやっぱりね、その飲食店のボリュームで作っていけるんですよね。まあそれがね、多分多くの飲食店、今苦しい思いされてる方、YouTube とかで表現できると思うんですよね。で、まとめますとね、やっぱりね、今突破口っていうのは YouTube なんですよ。YouTube しかないと思います。YouTube 以外は結構大変です。ですので YouTube で顔出しね、ドーンとやって、ご自身のね、現状をお話していくのもそうですし、それからですね、今、外出がなかなかできないときに、飲食店もなかなか行けないときに、家庭で飲食店、をやってみましょうみたいな感じですよね。で飲食店をやることによって夕食がもうね、ディナーに高級ディナーになるとかね、ランチがとっても楽しくなるみたいな感じで、ご家族がねもうお食事をね待ちに待っているみたいな感じですよね。でそうなってくるとどういうふうなお皿を選別したらいいのかってこともあったりとかね、すごくね楽しみが喜びが広がってくるんですよ。でご家族で、お互いにね、新しい料理を楽しんでみたりとか評価し合ってみたりとか励まし合ったりとか楽しみ合ったりとかね、すごくいっぱいできると思うんですよ。はい、まあそんな感じでね、私結構ね店舗を潰してきた経験がありまして、なんで潰れたのかな、潰れたのは無駄じゃなかったのかなと思ったら結構無駄に潰れてきましたね。インターネットを活用しなかったからなんですよ。吉谷さんもいいこと言われてました。今給付金とかなんかね、皆さんに10万円みたいな話がありますけども、それはね一生やってくんないです。ですからそれに依存することはできません。本当に一息つけるぐらいなんですよ。
うん、で一息もつけないかもしれないですよね。で結局ね、どんな状況でもまあ自分で何かをやるしかもうないんですよね。理不尽な今回の件ですよ。理不尽、本当に理不尽です。誰が悪いわけでもないのに、なんかね、伝染病がやってきて私たちの生活は一気に壊されたわけですよ。去年のクリスマス想像してみてください。2020年はどんな年になるかなって本当に希望にね、胸を膨らましていたと思うんですよ。小学校に上がる子とかね、中学とか高校に上がる子、みんなね、入学式を楽しみにして、卒業式をどういう風なね、寂しさで迎えるかなとかね、そんなこともあったと思うんですよ。別れと出会い、春だなみたいなね、お花見をしようかなとかね、いろいろね、行楽に行こうとか思ってたはずなんですよ。全部計画おじゃんじゃないですか。そればかりか、計画がおじゃんばかりか、人生がね、もう壊れそうなわけなんですよ、みんなして。で想像もできないようなことが起きました。でも多分どんな形にせよ1年後、3年後、5年後、私たちは多分生きています。その時に非常にね、苦しくて惨めに生きているのか、それともなんとかあの時は大変だったけどやりくりしたよねみたいな感じでそこに立っているのか分かりませんけども、どっちの方向に行くかのかっていうと明らかなんですよ。それは国の補助を待ってずっとね、ニュースに張り付いているのかで、給付が遅れたことにイライラするのか、そうではないと。給付がなくても自分で10万円とか20万円とか作れるか、本当にね、冗談みたいな話ですけども、10万とか30万の給付ってあるでしょ。あんなの待つ間に100万ぐらいできますよ。100万ぐらいね。私はね、こういう状態でもやっぱりやってきましたし、その100万とは言わないんですけども、速稼塾の塾生さんはやっぱね、3万とか5万とか、中には12万みたいなことを4月に入って初めてインターネットビジネスをやったね、20数名の方の中で10名ぐらいの報告を受けてその動画を撮ったんですけども、たくましいもんですよ、やっぱりね。もうこのままだったら先が見通せないからっていうんで速稼塾に飛び込んできたと。その上で最初の1週間でどのぐらい売り上げ上げるのかっていうふうなアンケートを取ると10名ぐらいの方が答えてくださってね。でやっぱり少なくとも5,050円は稼いだとかね。それから一番いい方は12万です、うん、こういうことがこの4月に起きてるんですよ、うん、ですんでね、給付金を待つ間にもう稼いでしまえって話なんですよ。稼ぐ方法はいくらでもありますし、あれだったら私もお伝えできますしね、吉田さんもお伝えできます。この動画を見て、ここまで見てるってことは何かしらのチャンスを探していきたいと思った方だと思うんですよ。もうということはね、自力で何とかしたいと思ってるはずなんですよ。もう国からの援助を待つ、そんなのはね、もう当てにならないから、自分で何とかできないかなと思ってここまで見てると思うんですよ。そう、あなたですよね。できます。5050円から12万円稼いだ方が4月に入って初めてパソコン触ったのに、最高年齢60代の方が速稼塾に入ってきてもうね、2万円とか稼いでるわけですよ。どうですかこれは。これができる時代なんですよ、 YouTube があるから。うん、すごいなと思いますよ、うん、ぜひね、皆さんも YouTube に可能性をね、見出してるからここまで見てると思いますから。飲食店経営者の方も大変だと思いますけども、それでもね、大変だからといってほっとけば本当に先がどん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 細くシュリンクしていくばかりです。もう苦しい時だからこそ、最悪な時だからこそ最善を尽くしましょう。最悪な時だからこそですよ、最善を尽くすんですよ。いい時には最善を尽くさなくてもいいんですよ、状態がいいですから。でもね、今完全に下り坂です。急速真っ逆さまです。 90% の速度で下落してますよね。じゃあその 90% の下落を80にも70にも食い止めるために、まずはね、最初の一歩を踏み出してみて、あ、 90% の角度が70になったかな、60になったかなと思ったら希望が見出せるじゃないですか。そのうちにまたね、元通りの速度に戻っていくんですよ。自力でやっていきましょう。もちろんね、いろんな方の協力をもとに今の状況っていうのは改善に向かってるのは確かです、うん、確かなんですけども、それをさらにね、加速させるためにも私たちにできることがあるんではないかなと思います。飲食店経営者の方、本当にね、大変な思いをされたと思います、うん、私の知り合いもね、3月の中旬にオープンした店があるんですよ。でテレビ取材も受けて、で放映されてたんですよね。でもそれ以来お客さんは1人2人と来るばかりだということだったです。本当にね、辛いと思いますよ。借金を抱えて30年ローンとかでスタートしたのに、初月からね、もうこんな状態で先が見通せないと。でもくじけずにやっていくということでございます。で飲食店経営者の方はぜひね、横のつながりを持っていただいて、動画説明欄にも吉田さんが紹介しているラーメン店のね、動画私もつけておきますんで、そちらの方をご覧いただいてですね、奮い立ってもらいたいと思うんですよ、うん、こういう中でも打つ手はあります。で手も足も出ないではなくて、手も足も頭も出していかないといけない。結局は生き残っていかないといけないということなんですよね、ぜひね、頑張ってくださいと精神論になりますけども、精神からまず立て直していきましょう。ではいってらっしゃい。